どうもこぼれです。今回は B4B での難易度ベテランでおすすめする近接速度ビルドやおすすめするクラスについて紹介をいたしますこちらのビルドでおすすめするクラスについて話していくとホーリーエヴァンジェロです近接速度についてはスラッガー生意気ドーパミン放出を入れると近接速度が90%です 近接ダメージについては、滅多打ち、鋭いトゲ、バーサーカー、ヘビーアタックを入れて火力を底上げをします弱点ダメについて、リドゥンスレイヤーと超集中です難易度ベテランについてなんですが、必須のカードがあります。前に立つのは必ず1枚目に入れておきましょう。 近接ビルドをやる上で必要な回復のカードに関して言うと闘争心先人の心を入れると敵を倒すと一時的に回復することができるのでこれを入れておいた方がいいですおすすめする武器は手斧とかですねあと

今回は B4B での難易度ベテランでおすすめする近接ビルドやそのおすすめするクラスについての紹介でしたこの動画が良かったらチャンネル登録していただけると助かりますそれではまた